こんにちは。こんにちは。はい、じゃあ今日も配信をしていこうかなと思います。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、まあ今週はね、もう1週間ずっと同じ配信やってますけど、はい、まあ島田アンティークスとうちの、はい、バングルですね、はい、をまあご紹介していこうかなと思うんですけど、まあ昨日ちょっとね、定休日で、まあ、はい、なんでしょう、普通に休んでたんですけど、はい、結構ね、ご質問というか、まあ、DM とかメールをいただき、まあ、DM が多かったですかね、はい、いただいて、まあ、ほぼ十中八九、まあ、サイズ感とか長さのお問い合わせが非常に多かったんですね。まあ、最初にやっておけばよかったんでしょうけど、まあ、元々のスケジュール的にも今日から今日ぐらいに配信しようっていうことは決めてたので、まあまあちょっとタイミング的にもちょうどよかったかなと思うんですけど、まあ何でしょう、もともと16センチ18センチ20センチの3サイズでやりますよというのはお伝えしていたんですけど、まあそれがじゃあ何の長さなのかとか、どのサイズを自分は選んだらいいんですかっていうお問い合わせが非常に多いので、今日はまあなんで何でしょう、サイズの選び方、測り方をちょっとご紹介していこうかなと思います。まず16センチですね、はい、これのまあ16センチっていう表記に関しては基本的にこれの長さではないんですね。ぐるりの寸泊込みのここ込みですね。なので本当にこの内径プラスここ開口部を入れた長さなので、まあ、大体こう手に入れた時のこの手首周りと同じ長さです。はい、手首周り16センチの人に向けたサイズ感ということですね。ここを調整するという意味合いです。はい、なので内径だけで言うと、まあ、大体16センチのもので、この金属の部分だけで 13.5 センチです。はい、で、プラスここ。まあ一般的に大体一番最初の大体 3センチぐらい。まあ約。約。はい、まあこれまあ、こうしたりこうしたりできるので、まあ、曲げられるんで、まあ、2センチになったり 3.5 センチ4センチになったりっていうのが調節ができるので、まあ、おおよそ 13.5 プラス3で、まあ、16.5 なので、まあ、16センチ前後の方には、まあ、プラス1センチぐらいの幅でつけていただけるんじゃないかなというサイズ表記です。はい、なので18センチ18センチの、サイズ表記っていうものはこの内径ですね。金属部分が大体15センチ、はい、でプラス、まあ、3センチ、3.5センチ、4センチみたいなこう調節の仕方になるので、手首周りが18センチの方は、まあ、ジャストかな、はい、ジャストサイズに使っていただければなと思います。はい、で、まあ、20センチ、まあ、20センチの方で 16.5 センチですね、ここが。で、プラス、まあ、3センチ。3センチから4センチくらい。おそらく18センチ、ここ、手首周りがある方って結構腕太い方。うん、割とし、まあ、ここしか、あ、ごめんなさい。20センチの方は、割と多分ここの幅もあると思うので、多分、ある程度空いてないと。ある程度ここが広く開かないと、ちょっと手を入れづらいと思うんですけど、はい、まあ、それを加味しても16センチプラス、まあ、4センチぐらいかなっていうので20センチという表記になってます。ちょっとそれぞれハンドメイドなんで、うん、まあ、厳密に言うとね、何ミリかは誤差はあると思うんですけど、そうですね、まあ、基本的にはそういうサイズ感の方に合うように作られてるっていう、なんで、まあ、同じ18センチでも、まあ、10何ミリとかの誤差はもちろん、ね、はい、ハンドメイドなのであるんですけど、まあまあ多少こう調節が効く作りになってるので、で、まあ、こうやっぱりこういうのをねやるので折れづらい鍛造製法っていうのが、はい、非常に理にかなった作りかなと思います。はい、はい、まあ、なのであとは手首周りの測り方ですね。これはちょっと今から画面変えて配信していこうかなと思うんですけど、まあ、実際測っていただいた長さプラス、まあ、ここですね。まあ、なので長さ測っていただいて、まあ、16、18、20どれに該当するんだっていうのをねちょっと調べていただけたらなと思います。はいはい、はい、ということで、まあ、手首の測り方
はい、なんですけど、まあ一番簡単なのはやっぱメジャーを用意していただく、はい、まあこれが一番早いかなと思うんですけど、まあ100円ショップとかにね、まあ結構どこでも売ってたりするんで、どこにでも売ってると思う、コンビニとかにもあるかな、はい、と思うんですけど、まず、まあ、手首つける方の手首の、はい、なんていうんだろう、そこは骨、この出っ張り、うん、出っ張りの骨からちょっと下ぐらい、体側ですね、この辺り、ね、うん、その辺を目安に測っていただけると、はい、で少しだけゆとり、うん、あんまりギチギチで測らない方がいいです、ね、測るよりかは、まあ、人差し指が1本入るか入んないかぐらいの感じのゆとりで、はい、を持って測っていただけると、まあ正確に測れる、はい、っていう、まあ、方法をうちでは取ろうかなと思うので、測り方自体はいろんな方法とか、あとはジャストサイズがやっぱりいいっていう方もいらっしゃると思うんで、まあちょっとそこはお好みにはなるんですけど、我々としては少しゆとりがある方がいいんじゃないかなと思うので、じゃちょっと実際測ってみます。はい、はい、すげえパックしてる。まあ、これ綺麗。別撮りにする。ちょっと、うん、はい、という感じで、なのでこういう感じで、メジャーをちょっと緩めに、はい、ぐるっと一周させていただくと、ちょっと遊びを持って、遊び持って岡本さんの手で今 16.3 ぐらいの手首幅ですね、はい、で先ほどもお伝えしたんですけど、バングルの内径、まあ、16センチでだいたい 13.5 プラス、まあ、口があるので、ああ開口部があるので、そう 16.5 ぐらいになるのかな、まあ、ってなると前後です、ね、うん、まあサイズ的にはおそらく16センチとうちが表記しているサイズが、まあジャストになるのかなと思います。はい、はい、じゃあどうでしょう、一回つけてみましょうか。そうですね、はい、これで16です、ね、16センチ、はい、でまあ口の部分は少し広げたり縮めたりが、はい、できるので、まあ自分で、まあ、そこでちょっとギュッと調節していただくと、はい、まあ、16センチでだいたいこれぐらいの少しゆとりがあるかな、うん、というぐらいのサイズ感ですね。はい、はい、じゃあ次はメジャーがちょっとご自宅にない方の手首周りの測り方ですね、はい、まあ、紙は何でもいいんですけど、まあ、A4 の分かりやすい白い紙を今用意しました、はい、普通のコピー用紙ですね、はい、でまあこれを何でしょう、こう縦に細長く 2,3 センチ幅ぐらいでこうカットをまずしていただく感じになるので、ちょっと僕らもじゃあ切っていこうと思います。はい、いいよ切って。はい、はい、じゃあカットしました。まあ、この紙をメジャーと同じようにぐるぐる巻いていくんですけど、まず先端をテープで一度、はい、まあ、両方止めてもいいし片方でもいいんですけど、でこれあの端から出ないように一度止めていただいて、で先ほどと同じように手首の下ですね、手首の骨の下ぐらいから少し体寄りの位置に巻いていきます。でそのスタート位置と、まあ、かぶる部分があると思うんですけど、そこにちょっとこれ難しいんですけどちょっと今岡本さんが頑張ってますね。でそこにこういう、まあ、印を、そうですね、ちょんちょんと印だけ入れてもらうと、はい、もう終わりです。はい、で一回外します。はい、じゃちょっと紙を測置いてみました。はい、測った紙ですね。でこれを頭から、まあ、先ほどのチョンとペンを打ったところまでをまず測っていきたいと思います。はい、はい、そしたらだいたい 16.12 ぐらいですかね。12ぐらい、はい、まあ、先ほどメジャーで測った時は 16.3 だったので、まあ、まあ、若干の誤差は、まあ、0.12 ぐらいの誤差はまあありますけど、まあおおよそ同じ長さで測っていただけるかなと思いますので、まあこれで自分の手首周りをまず調べていただく、はい、で、まあ、それと先ほどお伝えした長さ
ですね、内径プラス、まあ、開口部を足した、はい、まあ、数字っていうのが大体同じであれば基本的にはまあジャストサイズ、はい、小さいものだとちょっと窮屈になると思うので別につけられないってことはないとは思うんですけど、まあ、少しゆとりがあるぐらいの方がいいのかなと思います。はい、はい、まあ、長さとかもしあれであれば今日のお店のブログの方にも数字は書いておきますので、はいはい、それをまた参考にしていただければと思います。なので明日はインスタグラムのライブ配信の方で、まあ、島田さんちょっと登場していただいて、はい、まあ、何でしょう、バングルについていろいろお話をまたね聞けたらいいなと思っておりますので、そちらも合わせてご覧ください。じゃあ今日はこんな感じでお伝えしました。ありがとうございました。ありがとうございました。